神道の歴史では、日本の宗教である神道の歴史について外説する。神道とは何か、どこまでの範囲を神道に含めるのか、といったことは、専門家の間でも、定説を見ておらず、神道の歴史がどこから始まるかについても、定説は、存在しない。神道学者の岡田翔塚さんは、神道は、弥生時代から古墳時代までに、その、遠言が完成したとした上で、 体系的な、神道の成立時期については、7世紀に、律令体制と共に成立したとする説8から9世紀に、朝廷において、神道の自覚が生まれ成立したとする説11から12世紀の、陰世紀に地方に、神道意識が浸透して成立したとする説15世紀に、吉田神道の創始をもって成立したとする説の、主として4説が存在するとしている。ここでは、 特定の説に依拠しない立場に基づき、神道の遠源,源からその歴史を俯瞰する。宗教としての神道の式に定説はないものの、その遠源,源は古代の日本に遡る。縄文時代の終わりから、弥生時代にかけて伝来した稲作に基づき、自然を神と一体と見る、自然信仰が日本列島に生じたのが始まりである。こうした信仰は、 古墳時代に大和王権によって国家祭祀として列島各地に広められた。最初期の神社である宗方大社や大宮神社などで祭祀が行われ、神道の原型が形成された。アスカ時代に入ると、律令の整備に伴い祭祀制度、社殿、祭祀器の整備が進み、行政機関として人議官が関与する律令祭祀が形成される。 祭祀制度における祭祀の管理や運営の規定などは、党の指令が参考にされた。続く、奈良時代にかけて、国史と共に、日本神話として、古事記、日本書記が編纂され、祭祀と天皇家が結びつけられた。さらに、平安時代には、律令制の主観に伴い、神理観を介さずに、天皇やその近親が直接地方の神社の祭祀に関与するようになった。 このほか、古代の日本では、こうした神に対する信仰に、仏教信仰が融合する、神仏集合という現象が起きたが、一方で、祭祀儀礼の面では、仏教と一線を隠す神仏隔離の思想も見られた。また、修言道や恩陽道といった信仰が日本に成立し、これらも神道に影響を与えた。中世には、神道の教義化、内面化の動きが広まる。 鎌倉時代には、鎌倉幕府の数形によって、各地の神社が保護され、庶民の間では、古代に盛んだった地域ごとの信仰に代わって、熊野、八幡、稲荷、伊勢、天神といった神々が地域を超えて広く信仰されるようになった。こうした神道の普及の中で、知識階層では、密教像による両部神道に橋を発して、 仏教理論を用いた神道の解釈が試みられ、神は、仏の決心であるとする、本自衰弱説などが唱えられた。これに対し、危機感を抱く神社の側からは、現行勝利後の深刻思想の高まりを背景に神を、仏よりも優位に置いた神本物弱説などの体系化が図られ、神道五武将を基本協点とする伊勢神道が成立した。さらに、 室町時代に起こった応人の乱によって多くの古典籍を喪失した吉田金友は、これを機に、教典の儀作などを通じて仏教から独立した独自の教義、教典、祭祀を持つ初めての神道説である吉田神道を作り上げることに成功した。吉田神道は、戦乱の時代の社会不安も手伝って、急速に台頭し、 上流階級を中心に広く受け入れられ、神道界の中心となった。戦国時代から安土桃山時代には、戦国大名を神として祀る神社の創建に、吉田神道が関わった。日本における金星の大部分をなす江戸時代には、江戸幕府によって神社行政が再編され、治安や交通の改善によって、庶民の伊勢神宮などへの参詣や庶民祭礼が活発化した。 一方、国教的な地位についた仏教は思想としては停滞期にあった。こうした中で、江戸時代前期には仏教を批判する立場から、主流の神道説は儒教の趣旨学との結びつきを強め、水化神道などの儒化神道へと移行した。江戸時代中期になると、科学や語学といった日本の古典の実証的研究に神道を統合した国学が発展し、 儒化神道に代わって流星を見捨てた。国学者の元織ノ長は中国由来の仏教や儒教の教義に寄せて神道を解釈することを強く批判し実証的な進展研究を行うことを主張した。こうしたノ長の進学は江戸時代後期になると復古神道に批判的に継承された。復古神道ではキリスト教から影響を受けて死後の世界を重視したほか 中国神話、インド神話、キリスト教神話など世界各地の神話は日本神話の鉛であると主張し、その後の王政復古に関わった。一方、ミト藩では儒教を排したノリナガを批判し、ただたか神義といった儒教の倫理観に国学を統合した後期ミト学が展開された。後期ミト学は儒教と神道とを結びつけることで天皇による日本の統治を主張し、 幕末の志士たちの思想の苗床となった。倒幕運動によって、日本が近代へ向けて歩み出すと、王政復古の大号令により、神道と政治とを結びつける、再生一致が新政府の目標とされた。大京宣布の御事のりに基づいて、神道の布教が行われたほか、神仏判前令によって、神仏分離が図られ、一部では、寺院や仏像の破棄による、 廃物希釈が行われた。続いて、明治政府は国家の創始として国家が神社を管理する国家浸透体制を形成した。その後、政教分離の観点から再生一致派が追放されると、神社は宗教ではないという定義づけによって公的な性格を付与する神社非宗教論が取られ、さらには地方の神社は公的支出から切り離されていった。 これに対し、神職らは、全国神職会を組織し、政府に対して、公的支出などを求める、人義環境また運動を起こした。また、神社を非宗教として、神道思想の表明を放棄させた、国家神道体制に対しては、在野の神職や神道思想家から非難の声が上がり、民間の神道集団として、共派神道13派が勢力を築いた。 第二次世界大戦終結後 GHQ による浸透指令によって国家主義的イデオロギーの根源とされた国家神道体制が解体され神社は神社本庁を包括団体とする宗教法人へと移行したこうして神社は現代において公的な立場を失ったもののその後は自由な宗教活動によって経済的な繁栄を手にする神社も現れ 日本の年中行事や人生儀礼において神道は一定の役割を果たしている。縄文時代晩期から弥生時代にかけて日本列島に稲作が伝わると同時に稲作に基づく自然信仰も生じた。それは自然と神を一体とみなし、神が自然災害という形でたたりを起こさないよう捧げ物を捧げたり祭祀を行うというものであった。 神社建築との共通性が指摘される、弥生時代の遺跡、池上曽根遺跡の高戸の弥生時代には、新たな母性である、包茎修行母、公人国遺跡などに代表される、青銅器の祭祀、池上曽根遺跡の例のように後の神社建築と共通する独立胸持柱を持つ、大規模な建物など、神社との連続性が指摘される事物が出土すると、共に、 鹿などの骨を焼いて占う撲骨が広範囲で、出土したり、副葬品として、鏡、剣、玉が用いられるなど、古事記や日本書紀に見られる、浸透信仰と、明らかに連続性を持つ要素が見られるようになる。3世紀頃、山戸地方の三輪山に、巻きむく遺跡が営まれ始めるとともに、橋墓古墳など、初期の大規模な前方後円墳が登場してくる、ことから、この頃に、 大和王権が成立したと考えられる。この三世紀という年代は、鏡作り座、天照ら住玉神社に伝わる三角円神住居や、石上神宮から発掘された、鉄製大塔が制作された年代と推定されており、危機で語られる宝教や、神剣のイメージと重なり、その後の神道信仰につながる要素が次第に明確になっていった。奈良県。 新山古墳から出土した祖文園自家古文教をさらにその後、4世紀には最初期の新道の国家祭祀が確認でき、福岡県宗方市沖野島の宗方大社では、道教や鉄製武器など4世紀後半の大和周辺の古墳複装品と共通する祭祀が大量に出土することから、この時期までには大和王権による沖野島での祭祀が開始されたと考えられる。 また、同性子型鏡など、宗方大社と一致する祭記が三輪山でも、出土しており、沖野島での祭祀と、ほぼ同時期に、後の大宮神社につながる三屋までの祭祀が始まった。可能性が高く、祭儀初期の神社である、宗方大社や大宮神社での祭祀が開始された四世紀。後半が、後の神道の直接の原型が形成された時期で、あると考えられる。 5世紀に入ると、山和地方での祭祀と共通する石製模造品を用いた祭祀跡が全国的に見つかり、山王県の祭祀が日本列島各地に広がったと考えられる。特に東国では、茨城県鹿島市の宮中上里大船津地区や、千葉県南房総市の小滝両源寺遺跡などから、多数のはじき、高き、まがたまなどの石製模造品が出土しており、 大和王権による祭祀が行われていたと推定される。これらの地域における祭祀は、後に、朝廷からおもんじられて神軍が設置された、鹿島神社や安房神社につながるものと思われる。また、この五世紀代の捧げ物として、古墳服装品であった、鉄製品に加えて、千葉県の千足台遺跡や愛媛県の出作遺跡などから、末期や腐白も出土するようになっており、 現在の神道における平白につながる捧げ物も、この頃に成立したと考えられる。6世紀には、古墳の早々儀礼の変化や、縦穴式石室から横穴式石室への変化が見られるようになる。古墳の儀礼においては、武器や武具を使う人や、捧げ物となる獣、鬼人が騎乗する馬など、具体的なイメージを表現した、継承派庭を用いた早々儀礼が確立した。 そして、縦穴式石室から横穴式石室への変化に伴い、遺体と霊魂を分離して考える霊魂間が成立したと推定され、このようなことが危機神話に見られる人格的な神官の形成に影響を与えたと考えられる。天武天皇7世紀に入ると、日本では天武朝、自頭朝を中心に、 律令の整備が始まり、これに伴い神道も大きく変革期を迎えた。古墳時代以来の歴史の中で形成された信仰形態をベースとしつつ、外来信仰などの要素も加味して、祭祀制度の整備、社殿の整備、祭祀の整備などが進み、神道の体系化や祭祀の行政組織化が進んでいくことになる。律令国家による公的祭祀制度は、 律令の中の仁義令を基軸に展開された。仁義令は、飛鳥清キの礼制定の段階で規定されたもので、あると考えられており、等の指令が参考にされた。祭祀の管理や運営の規定などに関しては、指令のものが踏襲されたが、祭祀の内容についてはほぼ、日本独自のものとなっており、仁義令は、日本独自の仁義信仰を、指令に基づいて、 再整理したものであると理解することが運当である。人儀礼に基づいて設置された、再祀行政の実務機関が人儀館であり、人儀博という長官職も設置された。この人儀館の関与のもと、記念祭、陳花祭り、新遺祭、祭草祭、大吉祭、立田祭り、陳下祭、道教祭、月次祭、神奈目祭り、愛かつて祭り、陳婚祭、 大城祭の13種類の祭祀が国家祭祀として季節に応じて再行される規定となった。旧暦2月に豊作を養殖する記念祭を行い、旧暦3月に散る花に寄せて悪霊退散を祈願する陳花祭りを行い、旧暦の4月と7月に台風の風害がないよう祈る竜田祭と水害がないように祈る大記祭を行い、旧暦11月に申告を感謝する、 新ー祭りを行うといったように、稲作と密接に結びつき、季節の循行に合わせて、濃厚に必要な自然の恵みに感謝することが、律令祭祀の特質となっている。祭祀が行われる前後には、官人に対して再会を行うことが規定され、律令祭祀においては再会は、松室人氏三人氏の2種類が定められた。松室仁氏は、一切の職務を放棄して、 決裁に入り祭司の準備のみに専念することで、三人氏は、職務は行いつつ、六色の禁法のみを行わない、ものである。六色の禁法とは、猛を弔うこと、病を問うこと、肉を食べること、死刑の執行と罪人の決罰を行うこと、音楽をなすこと、液棚に触れることの六つの禁止事項で、これを破ると罰せられることとなっていた。この松室人氏と、 三人市を行う期間の長さに応じて、律令祭祀は、大使、中止、小使に分類され、例えば大使は、三人市が1ヶ月、松室人市が3日となっている。律令国家祭祀のうち、記念祭、月次祭、大城祭では、半兵という他国には見られない、日本独自の祭祀形態が取られた。これは、神理官が感謝と認定した全国の神社の神職を、 神技館に参集させて、そこで、中富の氏が乗りとを奏上して、隠部氏が平白を神職に配り、これを、それぞれの神社の神に捧げさせるというものである。大払いの彩色も整備され、まず天皇に、中富の氏が、みそぎやさを、山和の綾氏と河内のふみが払い刀を立てまつって、大払い言葉を奏上し、次に、百貫の男女が、須坂門の払い所に集まり、 中富野氏が払い言葉を読んで、浦部氏が会場を行った。これまで多くの神社は社殿を持たなかったが、この頃感謝と認定された神社を中心に、社殿の整備も進められた。さらに、深海の制度も、この時期に整備され、霊言を示した神社には、神風や深海、神意が与えられたほか、ことに数形の厚い神社の損する地域には、神軍も設置された。また、 一部の神社にはその神社の経済基盤を支えるための神戸や神田が設置された。感謝と認定されなかった地域の民間祭祀については、引き続き社伝を持たない形式が続き、祝という祭祀者が選ばれて、春の田植えや秋の収穫の際に神へ感謝する濃厚祭祀が行われていたが、次第に祭祀の場に軍事が立ち会って、国の法律を告げるなど公的性を帯びるようになり、 社殿を設置することも全国的に広がっていった。また、この時期には、伊勢神宮の祭祀制度も整備され、天武天皇の時代には、牧場によって行き月を決め、伊勢の方角を向いて天皇が、アマテラス御と食事を共にするという現在の形での大城祭が成立するとともに、未婚の皇族女性を神宮に派遣する、五木の宮の制度が始められた上、児童天皇の時代には、 式年遷宮も始められた。さらに、天武天皇の時代に構想されて、元明天皇の時代に結実する国史編纂事業にも神道が影響を与えた。八世紀に編纂された国史、古事記、日本書紀には、日本神話として、人代の物語と神武天皇の建国についての物語が記され、天皇家が正当な支配者であることを基礎づけた。このほか。 宗方大社の祭神を天照大神が生み出した女神であるとするなど、古い祭祀と皇祖神を結びつけることが図られ、中富野氏や隠米市、猿目の君などの朝廷における祭祀氏族の起源を神話の世界に求めた。平安時代に入ると、律令制の主観に伴って、律令祭祀制度も変容していった。798年には、 全国の感謝への反兵という制度が維持できなくなり、感謝を以前の通り仁義官より反兵を行う官兵者と国府から反兵を行う国兵者に二分することとなった。また、大こそ庁者の分類も行われ、特に霊言の大きな神社は明神大社とされた。それらの区分は、公述する927年の演技式神明朝にまとめられている。 平安時代の代表的な祭りである青い祭り、王子の姿を今にとどめる。また、律令制の士官に伴う天皇内定機構の慎重により、神議官が関与せず、天皇や近親が直接関与して、関係の強い特定神社の高齢祭祀を国家公的の性格を付与して行う公祭という祭祀が奈良時代後期から平安時代初期に生じた。聖徳天皇朝に、 藤原光明子らが先導して、藤原氏の氏神を祀る春日神社の高齢祭を交際化したのが始まりである。さらに、天皇権の慎重によるものとして、臨時祭が行われるようになる。臨時祭とは、高齢祭祀を除く特定神儀への祭祀であり、天皇が直接祭り祀を派遣して行う形式である。その発令は、歌天皇朝に、 歌天皇が受けた神託に基づいて行われた、かも臨時祭であり、後に高齢化するものも含めて、臨時祭と呼称された。昇伝制が整備された歌天皇朝においては、天皇が代理で、毎朝石灰団と呼ばれる代理で、伊勢神宮を妖拝する毎朝のごはや、特定神社へ神宝を送る一代一度の大神宝士の制度が始められるなど、 天皇や近親が直接関与する祭祀が一層拡大した。また、須作天皇朝には最も低調な天皇、五岩祭祀である行行が初めて行われた。今までの祭祀では天皇はあくまで宮中に留まって祭り祀を派遣するのみであったが、行行では天皇が直接神社の安宮まで赴いて、そこから祭り祀を派遣するという点が今までにない形態である。 また、この頃には、貴族内で、宇治神祭司に関する関心が高まり、隠部広成が、隠部氏の伝承について記述し中富野氏に対抗した、古語周囲や、物のべ氏によって作られたと考えられる各氏の伝承をまとめた、仙台旧児本に、さらに各氏の羊や伝承などをまとめた幹戦の新戦聖史録も作られ、各氏が人代に連なる、神別氏族、 皇族から枝分かれした、皇別氏族、外国に羊を持つ、書茂る、羊が、不詳の未定雑性に分類された。神道に関する法令としては、縁儀式が927年に完成し、その巻1から巻10までが、神道に関する法令に当てられた。この10巻を総称して、神儀式とも呼ぶが、巻1.2は四次祭上下、巻3は臨時祭。 牧4は、伊勢大見和宮、牧5は西、西宮漁、牧6は、西陰漁、牧7は、戦争大城祭、牧8はノリト、のりと、巻9.10は、神明上下について記載された。また、明神大社への奉兵も維持できなくなったことから、その中でも特に数形の厚い神社に対して、特別の奉兵を行う、記念国奉兵が行われるようになり、 それが後に16社法兵へと展開し、随時追加されて22社制度へと修練した。22社への法兵は、中世後期の1449年まで行われた。地方の祭祀においては、派遣された国師が、それぞれの国において、国内の神社を序列化して参拝する神社の順序を定めた一宮制度が発達した。国師が参拝する神社は、 国内神明帳にまとめられ、後には二宮以下の神社を一つにまとめた僧者も見られるようになる。六世紀に仏教が公伝すると、物延氏しと蘇我氏の仏教授業をめぐる構想を経て、日本にも仏教が広がるようになった。しかし、当初は、仏が、茂げ人と呼称されたり、柴田地頭の娘島など女性が、出家者となって、巫女のように仏像の管理を行うなど、 仏教は、在地の神器信仰的に取り入れられ、質的に違いがあるとは認識されなかった。その後、七世紀に入ると、日本の神々も、また、天部にあって、人と同じく下脱を目指している存在として捉える、新神離脱説が生じ、神前土教などを行うための施設として、神社内に神宮寺が混流されるようになった。漫願によって混流された多神社の、 多渡神宮寺などがその初期の例である。また、寺院の側からも神道に接近する動きが見られ、神々を仏法を鎮護する存在とみなす、ご法然親切が生じ、寺院内にも鎮守者が設けられるようになった。平安時代に入ると、神仏双方の要素を持つ、古礼信仰や、熊野を浄土と見なす熊野信仰など、神仏集合に基づく様々な信仰形態が生じ、 仏像の影響の元心像も作成されるようになる。時代が進むと、神仏集合思想はさらに展開し、神は、仏が主情を救済するために仮に現れた姿で、あるとみなす、本寺衰弱説が生じ、菩薩や権限といった仏教的信号の使用や、身体である鏡の裏に本寺である仏の像を刻む、ご招待の作成などが行われるようになる。他方、 朝廷や神宮においては、神仏隔離の思想も見られるようになる。上岸儀式、儀式などの規定によって、大城祭の期間は中央及び後期の管理が仏事を行うことが禁じられ、中止及び代理の再開を伴う少子には、僧仁の代理への参代を禁じ、代理の仏事が禁じられた。平安時代中期以降には、新滑祭、月次祭、 神奈目祭りなどの天皇自らが再会を行う、祭りにおいては、再会の期間中代理の仏事をやめ、官人も仏法を忌避することとなった。伊勢神宮でも、境内では、仏を、中後、僧侶を、上長に言い換えるなどの意味言葉の性が敷かれ、再宮でもこれに準じて意味言葉が用いられた。このように、神仏集合は信仰ベースで進みつつも、再祀儀礼は、 神道と仏教が別体系で存在したのである。奈良時代頃には古来日本では山中高いとされ足を踏み入れることのなかった山中が密教、陰陽道、神義信仰など様々な要素の影響を受けて修行場となり始めた。その早々期の人物として縁の大角などが挙げられるが平安時代末期に入るとそういった山岳修行が組織化されていき、金峰山、 熊野三山、出羽三山、戸隠山などが代表的な霊山とされ、主験道が形成されていった。さらに後には、天台集計の本山派と、真言集計の東山派、出羽三山を拠点とする、羽黒派、彦山に拠点を置く英彦山派などの主験道各派が成立していく。安倍の生命平安時代には、朝廷において、恩明道も成立した。恩苗道は、 中国から輸入された音苗古行説をもとに日本で独自に発展したものである。音苗道の成立は神道にも影響を与え、人技官が行っていた大払いや同教祭などの祭祀が音苗料の儀礼として行われるようになり、中富の氏が創造していた大払いも中富の財門に改まり、音苗氏に用いられるようになった。この違いは中富の払いは、 戦独体であったものが、西門では、そう状態になっていることである。ただし、神道祭祀が国家的なものであるのに対して、恩明堂は貴族たちの薬病退散や立身出世など、現世利益の要求が高まる中で行われていったものである。十世紀からは、安倍氏や鴨野氏が中心になって、恩明料が世襲されるようになった。鎌倉幕府が開かれると、 幕府を開いた源の頼朝は、神道の数計が厚く、伊勢神宮の神領を安堵したほか、伊豆山の神社、箱根神社、三島神社の数計も厚く、特に伊豆箱根二所権現には、歴代将軍が毎年1月に参詣するのが恒例となり、現在の初詣につながったとする指摘もある。また、 1194年には自社奉行を設置した。源の頼朝の数形心を引き継いだ鎌倉幕府は1232年制定の御成敗式目において第一条に神社を修理し、祭祀をもっぱらにすべきこと、神は人のうやまいによって意を増し、人は神の徳によって運を添うと神道についての定めを規定した。また幕府が出した関東新政には 神社の神事工業、新人団業の停止など、各種の規制が見える。シャムではなく、行事を図らう官職として、祈祷奉行や、神事奉行も設置され、室町時代には、千秋氏が、祈祷奉行を世襲した。朝廷においては、神社の訴訟などを天皇にそうする自社転送が置かれて、問題の処理を担当したが、幕府勢力の対等後は、 幕府と連絡を取り合い最下を仰ぐことがその務めとなった。また、上皇による熊野大社への行行も陰性期に盛んに行われるようになった。幕府成立による朝廷の権威の推移に伴い、帰って朝廷では人義採取が強く意識されるようになり、順徳院は金碑賞で真事を先にした字を後にすと述べている。 中世に入ると、庶民の浸透信仰においても変化が見られるようになる。古代においては地域ごとに宇治神を祭り共同体の繁栄を祈る祭りが中心であったが、中世に入ると霊にある神が地域を越えて各地に、感情され、個人の家福を祈る感情型神社の系統が増加した。特に、広く信仰されるようになったのは、熊野、八幡、稲荷、伊勢、天神である。 熊野は、もともと死者の霊魂が行く、山中高いと考えられていたが、神仏集合思想の流行によって、熊野は現世に出現した浄土と考えられるようになり、元宮大社の本寺も、阿弥陀如来とされるようになった。人々は、来世王城と現世利益の個人祈願のために、こぞって熊野大社へもお出で、ありの熊野参りとまで呼ばれるようになった。朝廷でも、上皇による、 熊野行行が陰性期に盛んに行われた。八幡は岩清水、八幡宮が聖和天皇の守護神として、宇佐から誕生されたという経緯もあり、聖和源氏の氏神として仰がれ、源義家は鎌倉に鶴岡八幡宮を誕生した。源頼朝が鎌倉幕府を開くと、鎌倉幕府に従った全国の御家人も自らの所要に八幡田神を誕生したことで、 全国的に八万信仰が広がっていった。稲荷は、もともと、旗市の氏神であったが、平安時代に入ると、当時の守護神として仰がれ、抱き二軒と集合し、農業の神として各地に伝播していった。伏見成大社の祭日である初馬には、多くの庶民が軍参したが、この初馬は、他の神信仰において、山の神が里に降りて、他の神になる時期にあたるものであり、 農民の素朴な他の神信仰が稲荷と結びつく形で稲荷信仰が広がっていったものと考えられる。元来は天皇以外の平白や祈願が禁止されていた伊勢神宮も律令国家による経済基盤を失った中世以降は腰が中心となり初捕虜や造営費を集めるため全国の荘園に積極的に布教や市儀等を行うようになり、 はじめ、昭円領主や武士層から、次第に庶民にまで、伊勢信仰が広がった。また、熊野参りの際に、伊勢路を通ると必ず、伊勢神宮を通ることになるため、そこで、多くの人が、伊勢神宮を参拝するようになったという側面もあり、先行する熊野信仰も伊勢信仰の拡大に寄与した。鎌倉時代の、冠中期には1287年の下空戦宮に、再して、 参経人、幾千万なるを知らずと記されるなど、多くの庶民が、伊勢神宮に参詣するようになった。加納英特筆、落中落外図屏風に描かれた、中世の祇園会の様子、これらの神社の信仰の高まりにより、その本社を村々へ勘定する動きが広がったほか、荘園制の展開に伴って、荘園の本所の社寺の祭人が、各地に勘定されるようになったこともあり、 現在の全国の神社の3分の1が、八幡、伊勢、天神、稲荷、熊野の5つの系統に占められるようになった。また都市部での庶民祭礼も発展し、朝廷が863年に、上泉園で都市の住民が自由に参加できる、形での公的な御礼会を再興して、以降、庶民により、祇園祭りが行われるようになった。御礼会は、 三越向かいから観光の祭礼まで三越の巡行が行われ、これにより霊言が高まると考えられていた。三越の巡行では、京都の住人たちがお旅所を用意して祭りの準備をして祭りが行われたため、朝廷の公的関与は少なく、京都住人の在地性や独自性が極めて高い庶民祭礼であった。このほか平安中期までに北のご稜会、松尾祭り、 今宮祭、稲荷祭りなどの共中祭礼が成立した。また、各荘園では、村落の自治が、高まり層が形成され、祭りの編成組織として、神事運営のための宮座が重視された。宮座は大人、年寄りと呼ばれる古老が取り仕切り、若者衆が、神事の奉仕に当たった。また、村の取り決めには、起承文を記して、神に制約し、一期の時には、 一味人随が行われるなど神社が村民の精神的寄り所となった。村民たちは日常の農耕生活の中でも神社に寄り合い、村民の中から一年交代で年番神主が選ばれていた。知識階層においては神道を競技化、内面化する動きが広がった。その講師は平安時代中期頃より密教像が密教的語彙により形成した。 両部神道説であり、その最初期の例である神言宗の僧、聖孫が11世紀に表した、表した、神言付法三要償では、アマテラス・オーミカと大日如来が一体であり、日本こそが密教ルフにふさわしい地であると主張され、中世神道説における主要な概念がここから導き出されることとなった。その後、1186年の長元による、 伊勢神宮参郎をはじめとして僧侶による伊勢神宮参拝が相次いで行われるようになり、伊勢神宮、三厨屋のあった千九院を中心に両部浸透書が大量に著述されるようになった。その最初期のものと思われるのが三角柏電記、中富の払い訓会である。これらの書物において伊勢神宮の内宮と外宮が密教における大蔵界と今号会に配され、 両宮が地上に出現した曼荼羅と見立てられ、アマテラス大御家は光明大梵天王でありひ、天使、という家大神は,は屍か捨てた梵天王でありつき天使とされた。その後、霊気機が編纂され、新言密教に基づく施設を修正し、両部神道の代表書となった。さらに、寺院において神道書や関連する切り紙などが成立するようになると、 これを送電する両部浸透系の浸透流派が形成されるようになり、主格方針脳を思祖とする見本五流や、三輪山周辺の平等寺において展開した、三輪流などが成立する。このような両部浸透系の諸流派においては、その肘の伝授にあたり、密教に習った、勘定、伝授が行われ、これを浸透勘定といった、原本着色品吉山王宮万だらず、 上部に21社の祭人、本事物、趣旨を配置。下部は、山二21社の俯瞰図で、八王子三頂の二社と三六の社殿群を描く。新言密教のみならず、天台宗の立場からも、神仏集合思想に基づく、神道説が生じた。その基本は、比叡山の守護神である、日吉大社の意義を、天台教学に基づいて説明するものであり。 これを三能神道と呼称する。13世紀には明る天気が表され、日吉大社の大宮は、末法小国である日本の史上を救うために、釈迦が大明人として衰弱したものであるとされた。さらに14世紀には、義元が三回要略記を表して、本宮のみならず三能七者べてが、二つの衰弱であると主張した。その後、紀元の弟子の構想が、 経乱重要集を表して、天台教学をすべて三郎に結びつけて、教義を体系化した上で、三郎明神は、人々の心に備わっているものであるとした。また、主生は、修行をせずともすでに悟りを開いているという、天台本学思想の流行に、相まって、主生に近い日本の神こそが本寺であり。 仏が神の衰弱であるという反本寺衰弱説もこの書物の中で主張されている。なお、天台宗における神道論は主に帰化と呼ばれた層の集団によって担われたものである。鎌倉時代後期には東大寺あるいは南都において三者択船という係か,かり物も成立した。これは天寺公大臣八幡大菩薩。 春日ガ大名人の三者の作戦として、正直、正常、慈悲の協情を漢文体で書き記したものである。この三者が、とりわけ信仰対象となったのは、天皇の祖神であるアマテラスか、武家の氏神である八幡神、公家の氏神である春日神の御神が、神代において、有形を結んでおり、現世において、天皇、武家、公家が協調して、 政治を行うことが神よより定められていたという信仰によるものである。中世の神仏集合思想の神透の中で各神社では縁起が多く作成されるようになり、多くの神社縁起や縁起絵巻が作成された。カソが根源元気や北の天神縁起八幡宮道佐都市などが著名で14世紀に成立した神道集にはそういった説話類が集められている。 中世に入って朝廷が推理し、武家から確かな庇護を受けるために、このような演技類が作成されたと考えられる。また、神仏集合に基づいて、神話を再解釈する中世神話も広がった。なお、本寺推着説の傾向は、鎌倉時代に勃興する鎌倉神仏教にも取り入れられ、浄土神宗においては、ありが初心本回衆を表し、日本の神社を、 仏を本時に持つ、賢者と、そうではない、未者に分け、賢者のみを推計するべきだと主張した。日蓮集では、日蓮自身も積極的に神道を取り込み、日蓮の弟子日蔵により、北旗神道という形で体系化された。その思想は、日蓮が提唱した、北旗行に基づく消防が正しく行われている場合には、 厚田明神を筆頭とする三十番神という日本の神々が、一日交代で日本を護持するというものである。その他、自衆や臨在衆、総当衆でもそれぞれの態度に基づいて、本次衰弱説が授与された。他方、神社側でも仏教などの外来宗教の影響も受けつつ、神道を教義化、内面化していく動きが活発になり、 本自衰弱説に対して神を優位とする神本、仏弱説も生じるようになる。律令制の崩壊に伴い、存在基盤が動揺し始めた神道勢力の中に強い危機感が生じ、彼らが神道祭祀について神秘的な権威づけを図って記述を行い始めたことや、仏教勢力が積極的に人義の世界に近づき仏教の論議によって、 神道の再解釈を試みたことに対して、神道側から仏教に対抗して、神道の立場を主張しようとしたことが、その背景にある。また、現行勝利後の深国思想の高まりや、全国への神宮、ミクリアの増加による、伊勢神宮の権威の高まりも、体系的神道論形成の背景となった。伊勢神道の教典の一つ、大和姫命よきに、神宮ねぎ、 渡来五月丸により書写されたものその講師は、鎌倉時代中期に成立した伊勢神道である。伊勢神道は、伊勢神宮の下空士官である渡来氏が中心となって形成した神道説であり、神道五部書を基本協典とする。五部書の中でも、山和姫命よき、造伊勢二正御神宮法基本記が、比較的早く成立した書き物であり、両部神道における、 内外宮の根体領部説を援用しながら、内空と下空を同格とし、引いては下空を優越させることを図った。これらの書物の中で下空の祭人である、という大臣を、アマテラス御家に先行する、根元神として、天のノ神ナカヌに、否定、さらに内空をひとく、下宮空を推徳としたが、これにより五行説における、水かつかに基づいて、下空を優先させようとした。 また、ににぎいの,ちの母である一万肌豊かあきつし、ひめを、というけ大みの孫神と位置づけ、というけ大臣を、高村の刑府に組み込んだ。また、最人論のほか、高等の無休と三種の人儀の尊厳、神宮の尊敬性を解いて、深国思想を強調し、神道における二大特目として正直と正常を掲げ、これを中心とした倫理観と道徳観を展開し、 最主の言主と再会、解除を重視した。伊勢神道が、さらに発展するきっかけとなったのが、1296年に、とゆけ大宮宮に、公の字を付け加えたことをめぐって生じた、甲技論争であり、ここで下空の中心となった、渡来幸忠は、下空の正当性の根拠として、上述の書物を取り上げた上で、神道五部署のうちの、 アマテラスザ伊勢二諸公大神宮御鎮座次大記、伊勢二諸公大御神御鎮座伝記、とゆけ公大御神御鎮座本記の参照を先述し、伊勢神道の転籍を世に広げることとなった。渡来ゆ忠ただの後を継いで、伊勢神道を確立したのは、渡来英きであり、彼は、類寿人義本源を表して、総学、老僧、仏教など多様な書物を引用しつつ、伊勢神道を体系化するとともに、 毅前論という独自の浸透協議を説いた。それは、世界が生成される以前の混沌状態を、気前とし、かつ、それが我が心の本源であり、そこに、神の本質があるとした上で、その気前を活かす実践として、正常を維持することを説いたものである。さらに後には、渡来常章が出て、渡来氏は、下空鎮罪以前は内空に放仕してきたと主張して、 内空と外空の同列化の根拠とし、さらに外空を水人と見る立場から内空と外空の関係を月日に否定し、実月が並んでう台を照らすように、伊勢領空が相座すると主張した。北畑畠近房南北朝時代に入ると、伊勢神道の影響を受けた北畑畠近房が人能正陶期や元と衆を表し、日本の皇統が神与と連続し、 一度も交代しなかったことから深刻としての日本の有意論を説くとともに、天皇には決闘のみならず、儒教的な特目を要求し、諸教を捨てずと説いた。同時代、天台像の事編も伊勢神道から影響を受けて、旧字本義言義を表し、天皇の君主像を提示し、神道における政治論を確立した。また、公家の一条金吉も日本初期参照を表して、 日本初期人大巻を哲学的に解釈して、神道思想を形成した。インベ部正し通りは、人大勘区決を表して、日本初期人大巻の注釈を通じて、神道神学を叙実した。吉田兼根友応仁の代に入ると、応仁の乱が生じて京都は焼け野原となり、多くの実社にも影響を与え、大上祭や即位式などの朝廷儀礼も中絶した。 その動乱に衝撃を受けた神官の一人が吉田金友である。金友は自らが奉職してきた吉田神社を戦火により失うとともに、吉田神社周辺の住人十数名が戦災のために命を落とし、同様のあまり出奔するに至った。しかしながら、この戦災のために多くの古典籍を喪失したことが、かえって吉田神道という、 新たな神道説が形成される契機となった。なお、吉田家は浦部を本生とし、神義館において、木木を専門として、代々神義館の次官である、神義大福を世襲した家系である。中世には、浦部金方が、尺に本気を表すなど、日本初期研究に精通し、日本記の家と呼称されるに至っている。さて、金友は、神道大意。 唯一神道名法要集などを表して、中世神道思想を集大成しつつ、様々な宗教の言説を取り入れて、吉田新党という新たな神道説を提示した。その中で金友は神道を、本弱演儀神道、両部集合神道、元本周元神道の三つに分類し、直に伝わる、元本周元神道こそ側が,が、国開略以来の正当な神道だとし、神を、 天地万物の霊修、道を一切万行の起源と定義した。また、神道と儒教や仏教との関係について、神道が根元であり、儒教は、それが中国で枝葉として現れたもので、インドに至り果実として仏教が花開いたとする根本使用果実説を強く主張し、三教一致の立場に立ちながら、神道こそが諸教の本質であると主張した。 吉田神社最上称をもとぐその上で、神道は本質である、体、現れ出た姿である、そう、働きである、要の三側面があると主張し、それらの作用が実月や干渉、自然などのあらゆる現象を司っているとした。筆教、神羅万象すべての存在の内部に神が存在し、神が宇宙全体に変満するという一種の反心論が、 金友の構想した新党説であった。金友は新党説とともに多くの祭儀も形成した。まず、吉田神社の境内に大元宮最上所を築き、そこが内空下空、八神殿、式内社三千余社を祀る放祭場であり、神武以来の我が国における祭祀の根元であり、全国諸社の本宮であると献殿した。さらに、密教の影響を受けて、 炉を中心とする八角形の段の中で火を焚き、そこに穀物や粥を投入しながら祈祷を行う誤魔行事を発案し、十八神道行事、草原神道行事と並ぶ三段行事を形成した。このような教説は、天元神辺神明教、地元神通神明教、人元神力神明教の三部の神経によって説かれた。これらの教典は、 雨の小屋根の伝来の教えとされたが、この三教は架空の教典であり、制作された形跡もない。金友は、これらに類似する教典を、中富の鎌足りなどに著者を固くして偽作し、教典を作り上げていったのである。最上書の由緒も、金友が自ら作り上げたものである。吉田新党は、人を神として祀る、新総裁の儀礼も確立した。古来、 神道においては死を穢れとみなす習慣によって、葬祭にはあまり関わってこず、亡くなった人を神として祀る霊も、音量信仰や天人信仰など音量を沈めるという形式に限られていた。しかし、人と神を密接な関係性で捉える吉田神道においては、積極的に葬々儀礼が行われ、吉田金友はその意外の上に霊者となる、神竜者を創建させた。 吉田新党は、新興勢力でありながら、戦乱の時代という社会不安もあってか急速に、対頭し、大本宮の混流に際して、日野富子の講演を受けたり、1473年には、大本宮の直祭まで受けるなど、上流階級を中心に広く受け入れられていき、近世の新党界の中心となった。他方で、伊勢神宮の内外領宮の士官などからは、強い抗議を受けている。 吉田神道は中世神道思想を集大成し、様々な宗教の諸言説を越境的に統合しつつ、仏教から独立した独自の教義、教典、祭祀を持つ初めての神道説となり、神道学者の岡田翔司は、吉田神道の成立を神道史上の転換期と述べ、歴史学者の黒田敏夫は、吉田神道の成立が神道の成立であると主張するなど、 複数の研究者から神道史上の活気であると捉えられている。上述の通り神聡祭を確立した吉田神道は戦国時代に入ると戦国大名を神として祀る神社の創建に関わっていくことになり、吉田金美は豊臣秀吉を神として祀る報告神社の創建に関与した。また、吉田家の新流院、蘇よ義春は徳川家康に神道を講じ、 その遺言により、家康没後に、新総裁を実施した。戦乱の時代が終わり、江戸時代が始まると、神社行政も再編された。幕府はまず、各神社のその時点での車両を安堵して、守護士不入の特権を与えていったが、この内将軍の主院状を得た者は、主院地と呼ばれ、領主の国院状を得た者は、国院地と呼ばれた。ただし、これにより認められたのは、 神社の収益権であり、土地の所有権は、幕府のものとされた。また、幕府は、将軍直属の役職として、自社奉行を設置し、老中所管の町奉行や、勘定奉行を上回る三奉行の筆頭に位置させた。また、神器の古実や、祭儀の典礼を研究して、自社奉行の指紋に応える役職として、自社奉行所管の浸透方も設置されて、 吉川コれたる以降吉川家が世襲した。他方、伊勢神宮を担当した山田奉行や日光東照宮を担当した日光奉行など特定神社には個別に奉行が当てられた。1665年には幕府は諸舎ネギ艦主張都を発布し、理解を有しない一般の神職が仮犬や義艦などを着想する際には吉田家が発布する。 神道再居所を取得しなければならないとし、吉田家にほぼすべての神職の管理権を与えることとなった。ただし、神宮や鴨茂神社、春日大社、宇佐八幡宮、出雲大社、伏見稲荷大社など、従前より転送を通じて朝廷から理解を授与されてきた社家は、今後も吉田家によらず従来通りの方法を取ることが承認された。その他、このハットでは、 新職の職務タイマーにへの罰則、車両の売買禁止、車伝の修理義務などが記されている。総裁に関しては、幕府は、就問人別改め帳の作成と合わせて、旦那寺で行うことを強制し、人々は、物式での葬儀が義務付けられることになったが、吉田家や有力者の社家は、自社奉行の認める限り新式の総裁が許可され、江戸中期になると新職らの間で、 段下制度から離れる離断運動が生じたことから政策が緩和され、浸透再挙状を受けたもので、旦那寺と和解したものは、新総裁が認められた。この場合、寺ではなく神社がキリシタンでないことを証明したことから、寺受けではなく、浸透受けと呼称された。また、幕府は戦乱により中絶していたアサギの一部再興も、財政的に支援していった。 後土御門天皇以来222年間中断していた大城祭は東山天皇の代に再興され、桜町天皇以降工場を化した。新滑祭りも大城祭復興の翌年の1688年に再興された。また、方兵士の一部も再興され、1744年には上七社への方兵及び、宇佐八幡宮とか井宮への方兵士が再興された。 神奈目祭りに際しての朝廷からの霊兵始発、使いは1647年にご光明天皇の特使により再興された。伊勢神宮の式年宣宮も中断していたが、これは吉光院の清潤や宗守るの尽力で、職法政権期に再興されている。また、戦乱により消失した神議館は吉田神社の最上所にある八神殿をもって、これに変えられ、 人理観そのものは再考されなかった。また、修言道についても幕府は、規制を設け、1613年には修言道ハットが発布され、山伏は、東山派か本山派に属さなければならないものとし、そうでない山伏の活動を禁じた。これを機に、修言者たちは山岳に定住するものと里修言として、地域に定住するものに二分化され、後者は、 更新町などの民間信仰で指導的役割を果たした。歌川広重、伊勢三宮、宮川の渡し金星以降、治安が回復したことや、街道が整備されて、宿場町が形成されるなど、交通事情も改善したことで、新党信仰が一層庶民の間に広がるようになった。人々は各地で公と呼ばれる結社を結成し、参加者の公員は、 毎年わずかなお金を積み立て、その共同出資をもとに、く時で選ばれた代表者が神社に参詣し、公院全員分のお札などを受け取って帰る。第三校が流行。中でも伊勢神宮の参詣を目的とした伊勢校を、はじめ、富士山本宮和様大社を目的とする富士校コンピラ項、稲荷校秋葉校などが全国に広く分布した。各校は、五市や千夏と、 次第関係を結び、腰は、後院の祈祷や産経における、宿泊の便を図った。特に、伊勢神宮の信仰は、江戸時代に爆発的に広がった。伊勢神宮の腰は、次第関係を結んだ全国の旦那のもとに年一から三回、程度巡行する、巡る団を通じて、神宮大麻や伊勢歴のほか、伊勢お城や伊勢茶などの土産を販布して、協計を進め、 人々の参宮の際には自邸に歓待して、神楽らをあげたり酒や伊勢の珍味、破棄団でもてなして、領宮や名所旧跡を案内し、憧れの伊勢参宮を演出した。これらのことで庶民の伊勢信仰は高まり、数百万人の庶民が一斉に伊勢神宮に参拝するおかげ参りが、江戸時代を通じて数度に及び発生し、神宮大麻の反復率は、 全国世帯のうちの9割を超えるに至った。庶民の神社参詣が活発化するに伴い、その案内書も多く出版されるようになる。斉藤月神の江戸名所図絵をはじめ並木五兵の江戸神仏願い県庁放記や岡山取の江戸名所絵火歴など、全国の寺社をカタログ化して人々に紹介する案内書が多く刊行された。また、お伊勢参りの鎮道王中を描いた。 実編者19、東海道中膝繰り毛や、このヒットを受けて追随して表された、膝クリ毛モノと呼ばれる滑稽本など、社児三景をテーマにした文学も近世には多く、出版され、庶民の浸透信仰の普及に貢献した。他方、神社三景の世俗化と参景者の増加に伴い、神社周辺や境内地には、遊郭、師匠、芝居、モノマネなど、 有境の施設が立ち並び始めた例も少なからずあり、竹明恵氏は、世事権分録で、自社の門前は、悪場所ととなうるものになり、と述べ、自社産経の実態を批判している。勝川春映画、審判受警官乱名神祭礼の妻た神社参詣者の増加のほか、う子や数形者以外の多数の見物人が、参加するようになったことで都市の庶民祭礼も、活発化した。 江戸では、江戸三大祭りとも称される、日枝神社の三能祭、根津神社の根津祭、神田神社の神田祭りが発展し、風流を凝らした屋台や出汁などを練り出して、豪華さを競ったり、朝鮮通信誌や大名行列などの仮想行列を出したりしたことで、大勢の見物客が賑わった。江戸以外でも、京都では、祇園祭や今宮祭、大阪では、天神祭り、滋賀では、 日吉山の祭、埼玉では秩父洋祭り、岐阜では鉱山祭など多くの都市祭礼が活性化した。この中には近世以前から伝承のある祭りもあるが、やはり近世に治安を回復したことで新たに再開されたものが多い。都市の祭礼では出資者が領主を中心とする場合と町人を中心とする場合とがあり、前者の場合は、 領主が町人に道不信や新芽の飼育など町役人足を課し、引き物を出させて祭礼に参加させた。校舎の場合、各町内から当屋を選出し、当屋がその経費を分担したり、当屋を出した町の経費から分担したりした。領主は祭礼に対して倹約令などを出したものの、おおむねは自由を認めていた。上述の通り、江戸時代には新党信仰が、 庶民に広がったことで、庶民向けに対話形式で、神道教家を行う公爵士が多数生まれた。朝日新明宮神職のマスホ残高は、その一人で冗談を交えた巧妙な語り口で街頭における、口談を行い、進典に根拠を求める、学問的な神道ではなく、真珠物三教の古事などを自由に引用して、神道を心や実践の問題に帰結させるやり方で、 夫婦の和合や男女の平等を中心とする通俗的道徳を説いたり、自らの身分に、応分の務めに励むことを、神道の本文として、説くなど、身分社会に生きる庶民に求められた説教を行った。このような神道公爵士の民衆教家活動は、後の時代の民衆神道家の出現に影響を与えた。梅田新明宮の神職であった。 井上忠史哲は、景況を起こし、衛星の方である、超速の術を治め、見種払いを唱えて、一心の暗記を神明に任せよ、との教えを説いて、多くの信者を獲得したが、幕府から権威をかけられ、三宅島へ入るされた。今村軍の神職であった、黒住宗忠も、身分の差別なく誰もが、アマテラス大臣と一体であると解く黒ずみ教を、創始し、広い階層に広がった。 この他に、近世の民衆教育で最も大きな学派となった、石門神学の創始者である、石田梅岩も青年期に、神道公爵士の影響を受けており、中世神道の特目である、正直という概念を重視し、真珠物の教えを調和して、民衆や商人向けの思想を説いた。また、江戸時代後期の二宮尊徳も、姿勢、勤労、分度、水上を胸とする、 王徳思想をアマテラス大臣が豊か吉原を開いて、水穂の国とした、以来の開択原始の大道、神道の大道として民衆にとき広げた。自らの学問を真珠物、正味一粒丸として、神道一さじ、樹物半さじずつと例え、神道を中心に真珠物三教を調和した。江戸時代には仏教が、 寺受け制度の元国境的な地位に位置した一方、思想的には全体として停滞した。思想界においては、爆藩体制を支えるイデオロギーとして有効であり、江戸時代の世俗趣味に適合する人倫を説く儒教。とりわけ、趣旨学が非常に流行し、仏教は、その出世魔性が世俗倫理にそぐわないとして、儒者らから多くの批判にさらされた。 この朱子学の流星に合わせて主流の神道説も仏教と結びついた神仏集合から儒教との結びつきを強めた儒家神道へ移行した。中江当中の大巨神道など陽明学派から唱えられた神道説もあったが、多くは朱子学により神道説が形成された。神仏集合の思想でも儒教の思想は取り入れられていたが、 十家神道においては、仏教が明確に批判され、その影響を脱しようとした点で異なる。他方で、その論理構成においては、中世的な秘伝を色濃く受け継いでおり、神仏集合における仏教的理論を、朱子学的理論に置き換えたようなものであって、中世と近世の過渡期にあると言える。十家神道の先駆けを成した、林羅山さて、十家神道の講師を放ったのは、 林羅山である。羅山は、朱子学の知識を日本へ広げるとともに、神道についても学び、神道伝授、本朝神社校などを表して理当たり、心地神道という独自の神道説を形成した。その思想は、まず儒教における理は、神道における神と同体であり、その究極は国のとこたちの尊であるとして、儒教の理と神道の神を集合した。また、 仏教が伝来する以前の日本は記憶優れて、いたとして、深刻思想、敗仏論を唱える一方で、中華思想に基づいて、神武天皇を大白の子孫であると主張したり、三州の神義を儒教の三徳を表していると主張するなどして、日本が古代から中華圏に属するとすることで、日本の文明水準が高いことを訴えようとした。また、 神道の本質は、アマテラス王御香より、歴代天皇へと送電してきた聖堂であり、一般の神社における祭祀や、庶民の祭礼は、占い祝紫役神道であって、役者に過ぎないとして切り捨てた。吉田神道においては、商人であった吉川惚樽が、吉田家に入門し、吉田家の当主であった萩原賢重より、神道,道道を授与されて、正式な後継者となり、 吉田神道から仏教の言説を取り除いて、儒教の教えをより多く取り込んだ吉川神道を形成した。その思想は、まず神道は万法の草原であり、国のとこちの尊が世界の主催であるとした上で、神と同体である理によって、世界や人間は創生されていて、人体にも必ず理が内在しているため、元来人心は一体であるが、人の心の汚れにより、 神明の明智が曇るので、慎みによって、本来の姿に戻る必要があると説いた。そして、その具体的な方法として、払いを行って、内外を浄化したり、祭祀儀礼を行うことで誠意を表明し、神疫等を行うことを説いた。また、儒教における五輪こそが神が人に与えた使命であり、特に君臣関係が最も重要だとした。伊勢神島においても江戸時代に入り、 死官の出口信義により、仏教を除いて、儒教を取り入れた後期伊勢神道が形成された。信義は、大神宮神道あるもんや、洋服器を表して、神道説を述べ、その中で神道の本質とは、日本人が日常生活で当然行うべき道で、自分の職分を正直、正常の心でまっとうに行う、日常の道であり、手足の動作から飲食に至るまで、 日常の隅々まで神を意識して行うことであるとし、乗りとを唱えたり玉串を持つなどの神社の祭儀のみを神道だと思うのは間違いであると指摘した。また、諸教は究極的には全て一致する共通普遍の道であり、特に神道と儒教の一致点は多いものの、制度分位は各国において違いが生じるので、日本人は 日本の法や習慣を重んじるべきだとして、集合不快を目的に、儒教や仏教を用いることを批判し、自らが儒教を用いるのも、自然と神道と一致しているからであり、無理に集合しているのではないと主張した。ただし、神道を中心に据えるのであれば、儒教や仏教を学んでもよいとも述べており、仏教や儒教に弊害があるからといって、これを禁止し、現在の習慣を破壊するのは、 自然の成り行きに逆行するもので、神道とは相違していると主張した。樹花神道を集大成した山崎安西これらの樹花神道説を集大成したのが山崎安西である。安西は従者として名声を高めた後、合津藩主の星名正幸に召し抱えられ、そこで同じく正幸の品種であった吉川これたると接触して、吉川神道を学び、 独自の水化神道を創設するに至った。その思想は、まず神よ七代と趣子学における、劇に言論を結びつけ、国のとこたちの尊が大局であり、それ以下で生じた五柱の神は五行の神であり、最後に生まれたイザナギイザナミは五行を兼ねて、国土や神々や人々を生んだとし、人々には人々を作った神の霊が内在していて、神と人は、 天神唯一の道という合一状態にあるとした。そして、神道とは、人が神に従って生きることであり、人は神に祈祷を行うことで名が終えなければならないが、それには人が正直でなければならず、その正直の実現には、高しが第一だとした。また、吉川神道と同じく君臣関係を非常に重視し、君臣が対抗関係。 権力関係ではなく、本来的に一体であり、君神賞を守るにより国を守ってきたことが、神道の君神関係であるとし、後の尊皇思想にも大きな影響を与えた。山崎安西没後、その門弟であった大木町君道が継承者となり、水下新党は全世紀を迎え、江戸と京都を中心として、全国的に展開し、公家、武家、神職に広く浸透し、 神道会に最も大きな影響を与えるようになった。大木町高通りの没後は、その弟子であった玉木正秀が後を継ぎ、大木町高通りの表した持ち受賞を最高王妃とする一重、二重、三重、四への秘伝を組織立て、水下神道の組織化に取り組むとともに、正秀は立花の家神道という神道説も形成した。このような秘伝家の動きに対しては、 若林教祭などからは、安西の死にが見えなくなるとする批判も出た。また、このスイカ神道の影響を受けて、家電の神道説をスイカ神道流に競技化、体系化する動きも広がり、上述の立花や神道のほか白化神道、土見門神道などが、スイカ神道の影響を受けて組織化された。玉木正秀の門弟の一人であった、吉見幸和は、 五部書説弁を表して、神道五部書が中世の儀書であることを論証して、伊勢神道や吉田神道を批判するとともに、同じく五部書を経典としていた水下神道をも批判し、同時期に慶中文科の国学者へと転じた。この動きは、主流の神道説が水下神道から国学へと移る時代の動きを表しており、事実、玉木正秀以降水下神道は、 思想的には停滞し始め、主流の座を国学へ明け渡していくことになる。こういった廃物的な思想動向と連動して、儒家神道を受容した各藩の一部において、神仏分離の動きが広がるようになった。水戸藩では、徳川光国が1696年に、神仏集合色の強い神社の由緒などを調べ、仏教色を払拭させる整理を行ったほか、合図藩の星名正幸も、 同様の自社整理を行った。また、岡山藩の池田光政は、日蓮州藤伏瀬早天台新言領衆の僧侶の原則を進めて、寺院の数を減らすとともに、新総裁を推奨した。水加神道を受け入れた出雲大社は、1647年に、松江藩主、松平直政主導の元仏教的な要素が廃された。江戸時代中期に入ると、樹下神道に変わり、 国学が流星するようになる。国学の源流は、江戸時代初頭に中世的な科学規範を否定して、歌を読んだ、木下町生氏木瀬さんの戸田茂水、下神戸潮流、北村金銀などの歌人が挙げられるが、そういった科学を発展させ、文献学的な手法で花文の注釈を行ったのが、総慶中である。慶中は、寺を転々としながら、 国典の研究に励み、万葉大正期や大和あざ賞乱章などを表して、科学の実証的研究や金遣いの研究などの功績を残し、古典を呪物の競技風の解釈に寄せて読解するのではなく、実証的に研究していくという手法を確立した。慶中の跡を継いだのが、カダノアズママロである。カダノアズママロは、伏見稲荷大社に主観する東、ハグラ家に生まれ、 その後、江戸に下って、講義を行った。アズマが、直接、慶中に、弟子入りしたという事実はないが、アズマの蔵書には、万葉大正期をはじめ、慶中の書物が多数あり、実書の、万葉集壁暗章などの万葉集中尺も、大部分を、慶中の読みに習っているなど、京中に、大きな影響を受けている。アズマは、はじめ学校、慶に見られるように、歴史、 夕食後日、進学などを、和学の名のもと二学派として組織化する意図があり、東麻マロにおいて、神道と語学研究が、国学として、統合に向かった。鴨モのマは、鴨神社に主管する鴨の市の支流に生まれ、東麻マ門ロの杉浦国神などに学んだ。後に京へ上り、東麻マロに直接で仕入りし、東麻呂マロ没後は、国学者としての名声を高め、 カダノザイマンの推挙により、タヤス・ムネタケに召し抱えられた。マブチも、また、万葉集の研究に取り組み、その一環として、ノリトの研究も行い、万葉公、漢字公、祝子公などを表して、注釈を行った。そして、国以降では、古語の研究から、恋、古道へと展開する、図式的な方法論を提示した上で、反儒教的で上代の日本を尊ぶ。 思想性を国学に付与した。その思想は、儒教は強いて、人倫を解いたことにより逆に世に争いをもたらしたのに、対して、上代の日本には、神と公への二つの賢みに修練する直帰心があり、あえて人倫を解かなくても、自ずから社会は和らいでいたとし、その上代の心を実現するためには、万葉風の歌を学び、自ら読んで、 歌の修練をする必要があるとして、歌を読むことこそが、国学の本義であるとした。しかし、その鼓動の内容については、ま淵は断片的に、儒教の倫理との対比において述べているだけであり、老僧思想と一致するとも解いていて、古典から直接思想体系を導き出して、組織進学を発展させるまでには至らなかった。左から、元織のリナが、形中、 鴨のノマブチマブチの後を継いで国学を大成したのは元折のリナであった。ノリは昇華に生まれ、医学を修学する傍ら日本の古典や和歌に興味を持ち、医業を行いながら国学の研究に励んだ。34歳の時に生涯で唯一となるマブチとの面会を果たして入門し、以後マブチが没するまで指示を続けた。ノリは、慶中以来の文献学。 言語学を引き継ぐとともに、国学における、神道神学の側面も体成した。のりナは、儒教の得人間は人々を支配するために、聖人により作為された道であり、国の収束が悪く収まりがたいのを、あながちに収めようとするために作為されたとした。また、天が常に聖人を支持して、天使となすという儒教の天命思想は、国を奪って、 王ととなったたた。が自己を正当化するためのものもだと批判した一方で日本は古代から儒教や仏教のような教えはなかったが、それは小賢しい教えがなくても、アマテラスオミカのお孫が国を白示し,し、上から下まで乱れることなく天下が収まり、高等が伝わってきたからであるとし、日本にはいちいちことげをしない真の道があったと主張。その根拠として日本では一度も、 王朝の交代がなかったのに対して、儒教の教えがあるはずの中国では何度も君主が殺害され王朝が交代してきたことを挙げた。そして、そういった儒教仏教流の空心を用いて、進展を解釈するのではなく、実証的に研究しなければならないとし、神道を仏教の教義や儒教の教義に寄せて解釈する仏化神道や儒化神道を強く批判した。また、 音陽や力などにより世界が生成されると特殊思学の理学についても聖人たちが自らの推測によって勝手に作り上げた空論であると批判した。天地をおのずからなる道とした老僧思想も批判し、天地の事象はすべて神道の神々により司さどられており、神々が司さどる世にも悪事があるのは悪心である活日人の働きだとして神話を事実として捉え、 理議論などのように天地の仕組みを理屈で解釈しようとすることは神に対する不敬であって人が知るべき範囲を超えたものであるという不価値論を展開した。神話の内容を事実とみなすのりなの神学に対しては同じ国学者からも批判があり、藤谷三恵は和歌や神話の言葉は言霊の霊力を帯びた日常言語と異なる言葉であるため、 あるものを指しているように見えて異なるものを指しているとし、事実ではなく、教典として理解するべきだとして、ノリの古事記論を批判した。その他、立花の守部、村田春海などからも進学において批判を受けた。ノリ以後、国学は各人ごとに研究領域が専門化していった。ノリの言語学、文献学の側面を受け継いだのは、友野信とも元折田平。 元織春庭らである。他方で、ノ長氏語の門人として、ノ長に弟子入りした平田篤種は、主として、古道論や、進学の側面を重視していった。江戸時代後期に入ると、外国船舶の襲来が繰り返されるようになるなど、社会が大きく変動するようになり、そういった、社会情勢の中、新たな浸透思想が生まれてゆく。平田篤種元織ノ長に、 夢の中で対面し、死後の門人を名乗った平田篤種は、例の新柱、古史殿、本教外編などの主張を表して、元織のり長の進学を批判的に継承しつつ、復古神道という新たな思想を展開した。その思想は、まず第一に大和魂を固めるには、 霊魂の行方を知ることが第一であると宣言し、現世は、大国主が人の善悪を見定めるために生かしている、仮の世であるとするなど、死後の世界を重視するものであった。厚種は、宇宙は、天、地、光線の三要素で構成されていると考え、人が死ぬと光線国へ行くという浸透説を否定して、人が死ぬとその霊魂は、地にある。 大国主審が主催する有名会へと行き、そこで大国主審から生前の行為についての審判を受けると主張した。有名会は世界の主催神である造家、三神のもとで天皇が治める賢名会に相対する世界であり、大国主が主催する世界である。有名会は地であるため、そこに行った霊魂は地上の生きている人々を見守ることができるとしたが、 これは日本人の古くからの霊魂感を理論化したもので、新総裁の理論的な支えともなった。また、中国神話、インド神話、そしてアダムとイブによるキリスト教神話に至るまで、すべての国の神話は日本神話の鉛であり、同じ事実を異なる言葉で表現しているものであると主張した。主催神的性格や死後の審判などにおいて、キリスト教からは、 大きな影響を受けていると考えられている。厚種は、出場笑い語などで仏教を厳しく批判したが、儒教については、玉出す気で、古道を知らず、ただ、関節のみをさえずることは批判したが、儒教の倫理自体については、肯定をしている。主に古道論において、儒教批判が主であったノ長に対して、国学の宗教性を顕在化した厚種にとっての、指摘は、 儒教よりも仏教であったのである。このように、平田篤典は、のりナの実証主義的な研究からは、離れ、宗教的な要素を多分に含んだ、神道説を提示した。このため、元織田兵や友の信友などの同時代の鈴の矢文化の国学者からは、批判を受けた。一方で、平田篤典の進学は、多くの文化に受け継がれ、多くに高政、矢野玄道 丸山桜、権田直介、福場義静らの平田派国学者らが、王政復古や明治時代初頭の人儀政策の形成の担い手となった。相沢聖司祭また、幕末期に入って勃興し始めた、もう一つの勢力がある。後期水戸学である。そもそも、水戸学とは、水戸藩を中心に展開した思想のことであり、徳川光国が大日本史の編纂を始めたことに、 橋を発する学問である。おおよそ18世紀までに展開する全君と学は、浅霞丹白、笹宗厚、栗山千吉先、三宅観覧らを中心に、修士事業や修士学的大義名分論に基づく、歴史観を特色とする儒教の学問であった。19世紀に入り、列強からの圧迫や江戸幕府の衰退など様々な内憂外観が現れてくると、 前期ミト学で蓄積された学問に国学を統合し、社会思想を述べて、現実政治への積極的な提言を行うようになった。この学風を後期ミト学と称し、疎雷学の影響を受けた、立原水健の弟子である藤田裕国が講師を放ち、その門人である藤田東子、愛沢正司祭らによって、さらに発展した。東子は、行動間記述儀で、 日本神話から語り始めて、万世一系の天皇による日本の統治にたどり着き、中国の王朝交代に見られた法抜、禅城を否定し、儒教で盛代しされてきた夏印衆の三代を批判した。この時点で、ミト学では儒教は絶対的な立場ではなくなっている。しかし、国学に対する批判を行い、東古は、 儒教倫理は人情に反するとの立場を取ったのりながを批判して、ただたか人義といった儒教の倫理は、天地以来日本に固有に存在していたと主張し、儒教の倫理面についてはおもんじる立場を取った。また、神仏集合を国体を破壊するものとして鋭く批判したが、仏教の国民教系手段としての有効性については高く評価した。これに次ぎ、沢聖司祭は、 新論を書き上げ思想を表明した。聖司祭は侵略の手段としてのキリスト教に対抗し、日本の独立を保つため、アマテラス大臣が歴代の天皇に天下を治めさせ、その下であらゆる階層の人々が君心の分を守りながら、日本の統治に何らかの形で関わっているという国体論を示した。そして、 人々の祖先は代々このように天皇の進化として仕えてきたのであるから、自分が同じように天皇に尽くし、正しを果たすことは、これまでの先祖の働きを継承することであり、先祖に対する功の実現でもあると説き、儒教倫理の正しと功を統合した。そして、その天皇と国民の一体を確認するための祭儀が大上祭であると説いた。さらに、聖子祭は、 神道神話の解釈に儒教を取り入れた。日本書期に見られる、アマテラス大神が、ニニギノ村に対して、シシソン村まで天祖の子孫が国を治めよと、御事乗りした、天上無休の神直を、五輪の、君神の宙の始まりであると主張し、八鷹神を身体として祭れと御事乗りした、法教法塞の神直を、五輪の、親子の公の始まりであると主張した。これが、 太古より日本において人輪が確立していた証であると考え、神道と儒教を結びつけたのである。後期水戸学は、吉田松陰をはじめ幕末の志士たちの思想の苗床となった。福場吉図、明治初頭の神道行政に辣腕を振るう。1867年、王政復古の大号令が発せられた。これは、岩倉ともみのブレーンであった国学者の松三が、 起草したもので、人務創業の理念が掲げられた。政府はまず、再生一致天皇申請を目標として、神道を重視し、人技官を復活させて、大上官と並ぶ組織とした。人技官には、宣教師という役職が置かれ、大教宣風の御事のりに基づき、神道の布教が行われた。また、翌年の3月28日には、 神仏犯前例を発令し、別当や社僧といった形で神社の祭祀に関わって、北装飾に対して原属して、神職となるよう通達し、大菩薩や根源号などの仏教的信号の廃止や、神社内の仏像や仏塔などの仏教的事物を別の寺へ移すことなどを命じた。しかし、廃仏思想の強い平田破国学の影響を受けていた、明治政府の下級役人や、江戸時代に、 寺受け製の下支配的な地位にあった寺院に反感を持っていた神職や一部の民衆が神仏分離の現場において神仏分離令を拡大解釈し寺院の破壊や仏像の廃棄など過激な廃仏希釈を行う状況になった。明治政府は6月22日に神仏分離は廃仏希釈に膝る胸のたちを通達して廃仏希釈を停止するよう求め、 1871年に古希旧物保存型を制定し、廃物希釈は鎮静化に向かったが、短期間ながらも大規模に行われたため、仏教美術の多くが失われてしまうことになった。また、修言道や音明道なども廃止され、1870年に音明料が廃止されたことで、音明師は民間の宗教者となり、修言道も1872年に廃止され、 主権者は民間の宗教者となるか神言宗か、天台宗のどちらかに所属することとなった。さらに、古代の社格制度を参考に、近代社格制度が導入され、各神社の公的な社格付けも行われた。公的な性格を与えられた感謝と、それ以外の諸者に大きく分類され、感謝は、記念祭、新滑祭り、礼祭に際して国庫から平白が建て祭られる。 韓平社と国庫からそれが建てつられる国兵社に分かれた。さらに、韓国兵社ともに、王子そ、中社、小社に区分され、伊勢神宮はこれらの社格の別格上位に位置づけられた。諸社に関しては、府県の住民が敬うべき、府社、県社、豪村の住民が敬うべき豪社と村社、いずれにも該当しない、無格者に分けられ、それぞれ地方長官の管轄となった。 祭祀制度の整備も進み、1875年に、式部領たち、神社祭祀が制定され、初めて全国の神社の祭祀が統一された。この法令により、各神社の祭典における参考者や儀式次第が定められ、会費県選、県兵のりと装場玉串拝礼、鉄兵、鉄線兵費に至る次第が確定した。1907年には、 内務省より、神社祭式行事作法が発せられて、それぞれの神社祭式の行儀礼法が統一された。さらに、1914年には、直令第9号により、韓国兵社以下神社祭祀令が交付され、神社の祭典が、大祭、中祭り、小祭りに区分された。さらにその最速として、韓国兵社以下神社祭式が定められた。なお、皇室祭祀については、 皇室祭指令及びその不神宮祭指揮については、神宮祭指令及び、神宮明治祭指揮により定められた。また、天皇の戦争、即位礼、大城祭、及び立大司令については、当局礼と立著礼により、定められた。安国神社拝殿1871年、大城官、布告234号の通達で、神社が国家の創始と定義された。 これに基づいて、近世以前の神社や神道のあり方が大幅に変革され、神社を国家が管理する、いわゆる国家神道と呼ばれる体制が形成されていった。明治維新の当初は、平手派国学者が政府の中枢にあって、再生位置や神道国境家が図られたが、伊藤博文や岩倉ともらの解明派の政府要人は、政教分離を施行するようになり、 1870年に、玉松三沢が岩倉と対立して、政府を去ると、翌1871年に、矢野玄道、権田直介、角田忠之、丸山桜らの再生一致派の浸透化がに、京事権に連座する形で一斉に検挙され、追放された。そして、1875年には、信教の自由が保障され、1882年の、 内務省通達によって神社は非宗教との定義を受け、再生一致の神道に基づく政治を目指した当初の方針は転換、神道を宗教の拉致いにおいて公的な性格を付与する神社非宗教論が取られることとなった。1890年制定の大日本帝国憲法にも神道に関する語は一切出されなかった。国家の創始とされた神道は、 一家が占有すべきではないとの理由から、神職の世襲制が廃止され、以後は管理に準じて、国が神職を要請して、部任を決定することとなった。神社は非宗教とされたため、韓国兵舎の神職は、宗教的な活動が禁止され、新総裁への関与や神道協議の布教といった、活動も行うことができなくなった。このため、吉田神道や伊勢神道などの禁制以前に、 存在した、社家神道も一勢力としては消滅することとなった。1871年には、境内地を除く神社と寺院の土地をすべて修行する、社事業上地令も発布されている。明治維新の発足とともに復興した、神議館は、1871年に、大乗館の一章である神議省へと、格下げされ、1872年には、 宗教行政一般を管轄する教部省へと神社行政が統合され、1877年には内務省の一部局に過ぎない神社局にまで格下げされ、さらに同年神社と寺院を統合して社寺局に編成された。教部省では神職と僧侶の合同によって愛国精神や尊能精神を国民に協化する共同職という制度が導入されたが、神道側と、 仏教側の双方の反発により、短期間で瓦解している。なお、共同職では、愛国心や尊老心などの教えを示した、三条教俗のみの不教が許され、神道や仏教の教えや協議を広げることは禁止された。教部省の瓦解後、神職などは神道事務局を設立して、活動を継続した。神道事務局をめぐっては、その神殿に、 大国出身を加えるべきか否かで、最人論争という論争も生じた。なお、この新党事務局の生徒寮を独立させる形で1882年には、公典高級所が設立されている。1890年に、公典高級所に設置された教育機関の国学院は、後に新党系大学の国学院大学に発展した。一方、 神宮採取の命で同じく1882年に神宮の林崎文庫内に設置された工学館は、後にもう一つの神道系大学である工学館大学となった。神社行政が社事局に編成されると、不堅者以下の神社はあくまで寺院と同じ一宗教であるとされ、1877年に新職身分が管理ではないものとされ、1879年に 公的な支出が打ち切られたに打ち切られている。さらに、韓国兵舎に関しても、身分は管理のままとされたものの、1887年に韓国兵舎保存金制度が導入され、向こう10年間は公金を支出するが、それ以降は公費の支出を打ち切ることとされ、政教分離の原則に従い行政と神社の切り離しが行われた。 戦術の通り1871年には、謝辞状事例が出て、神社や寺院に、経済的なダメージが与えられることとなったが、ことに神社に関しては、神社非宗教論により、新総裁などの宗教的活動による収益が禁じられ、さらには、国家からの公費支出も打ち切られたため、葬式や宗教活動による収益が見込めた寺院以上に、経済的なダメージを受けることとなり、 神社は明治時代を通じて大変な経済的苦境の地位に置かれることとなった。また、明治時代に入ると、国事に準じた人々を祀るための安国神社や、南朝の楠の木正成を祀る港川神社、森吉新能を祀る鎌倉宮、菊池武時を祀る菊池神社など、国家に功績のあった人物を神として祀る神社の創建も多く行われている。他方、 明治政府によって多数の神社合祀も行われた。これは地方改良運動に合わせて行われたもので、地域に密着していた合社や無格社を中心に整理が進み、神社の数は19万社から13万社程度へと減少した。これに対して、博物学者の方熊楠や民族学者の柳田邦夫らによって反対論を唱えられた。 神社が公的支出から切り離されつつある中で、神職らは全国神職会を組織し、国家の創始ならば、国が責任を持って予算を出すべきだと主張して政府に対して、神技館の復興を求める、神技環境また運動という運動を起こした。この結果、1894年に、不権者以下神社の神職に関する件が発令され、不権者以下の神職は、 地方長官から任命を受ける待遇管理の身分となった。1896年には衆議院で人議環境またに関する決議案が通ったものの、結局人議官の復興自体は実現しなかった。しかし1900年に内務省の社事局が神社局と宗教局とに分離し、一応は神道と他宗教が行政上明確な区分をされるようになった。 そして1906年には、韓国兵舎保存金制度が廃止されて、韓国兵舎に対しては、国庫より、工場的な支出がなされるようになり、不遣社以下の神社に対しては、地方府が新鮮兵博領のしんを行っても構わないと、された。第四大神社局長、水野連太郎、新党行政の重鎮となる。しかしながら、韓国兵舎への金のは、 従来の保存金制度の枠内に収めることとされ、当時の物価で年間21万円の支給にとどまり、これは韓国弊社の規模の神社の経営に必要な経費のおよそ10分の1程度であった。さらに、不堅者以下の神社に関して定められた地方府の平白料と模信はしても良いというものであり、義務とはされなかった。このため、 神社にとっては大きな経済的なプラスとはならなかった。さらに内務省神社局の神社行政も極めて消極的なものであった。神社局は神道は非宗教であるとの訓示をり一し、神道独自の宗教思想の表明を請求することに、努め、新総裁や布教活動などの新職の宗教的活動についてはやかましく拘束した。また、 外来の宗教もすべて国体精神と同化しているから、論王を行ってはならないとして、神道と他宗教の論戦の抑制にも努めた。神道家の足洲彦は、以上のような事情に基づき、神社局は、神道の脱イデオロギー化を徹底し、神道精神を空白化して、神道独自の思想表明を放棄させるとともに、仏教、キリスト教など、 一切の合法的宗教との妥協に神経を浪し、国家神道制度を政教分離に矛盾なく存在させることがその主たる業務であったと評している。神社局自体も内務省内の参道局として扱われており、局長も地方の県知事や有力局の局長になる前のポスト待ちの場とされ、任官するまでのりとも、神道古典も読んだことのないようなものが来て、1から2年で、 別のポストへ移る通貨域のような存在になっていった。1940年に入って神社局は神議員へと改組されたが、有効な政策が実行されないまま敗戦により解体した。このように、神道思想の表明を放棄して、神道精神の空白化を行った国家神道体制に対して、在野の神職や神道思想家からは非難も上がり、 中には独自の神道思想を打ち出したり、民間の神道教団を作って、これに対峙していった者たちもいた。そういった集団の中で特に大きな勢力を持ったのは、教派神道の十三派である。この十三派とは、一般的には、黒住教、神道修正派、出雲大社教、不創教、実行教、神宗教、神道大政教、御岳教,教、神道大教、 慶経、心理経、根光経、天理経を指す。もともとは、神宮経も含まれたが、後に、神宮法裁会へと改祖して、教派神道からは離脱している。これらの教団は、近世の神道思想や、民衆信仰を基盤にして幕末期に帯同し始め、明治時代の宗教行政の中で発展していったものである。1875年に、 教部省の共同職が廃止されて、上述の通り国家神道は、神道非宗教論に基づいて、宗教的側面を切り離すようになった。神職による教計活動も禁じられるようになると、これらの神道系教団は、神道の教計の側面を担う勢力として、急速に組織化され、神道事務局の元教派神道として、順次独立が公認されていき、 最終的に13派が公認を受けたのである。特に、天理教は、明治中期から急速に勢力を伸ばし、教派神道の中で最も大きな信者数を獲得する教派となった。天理教は、教祖の中山美希が1838年に神がかりを受けたことから橋を橋し、美希が神がかりによって得た、天理王という神の言葉をオフレサキと呼ばれる。 和歌形式の文章によって筆記し、その距離を形成した。その内容は、陽気暮らしを解き、夫婦の関係性を重視するものであり、家や、それへ仰については、重視をしない立場をとっている。そしてその創生神話においては、月日親やがが、泥海の中にいた人の顔を持つ魚である、イザナギぎミである、イザナミに、夫婦の営みを教え、その結果人間が生じ、 さらに、イザナギと、イザナミを含む十の神にそれぞれ人間の主号を割り当てた、という古事記や日本書記とは大きく異なる独特な神話を形成した。出口直また、大本の出現も重要である。大本は、1892年に、教祖、出口直が神がかりをきっかけに、牛虎の近親の言葉を語り始め、さらにお筆先によりその言葉の出録を始めたことに、 橋を発する。なおは1898年に、聖師、出口鬼三郎と出会い、2年後には鬼三郎が、なおの婿養子に入り共同で活動を行うようになる。なおの筆先と鬼三郎の霊術を組み合わせた、大元の体制が整った。海軍機関学校の浅野は三郎が入信して、以来、知識層や、軍人の入信も、相次ぎ、強制が急拡大していったことで、 社会問題ともなった。大元の教えは、新人一致を説くもので、神は、この世一切を創造した存在であり、この世一切のものには、神の普遍的な霊が宿っているとした上で、人間は、神が創造したすべてのものの霊長であり、神の願う、理想世界を実践していくために神から、絶大なる知恵と力を授けられているとし、人は、神の心を腹の底から理解し、 神の力を受け、神と人とが一体となって、人類の理想の世界を築いていくべきであるというもので、ある。大元は、後世の神道系教団に与えた影響も極めて大きく、大本系と呼ばれる一連の新宗教の運動を生み、成長の家の形成にも影響を与えた。教派神道の教えの全体的な特徴として、伝統的な人義信仰を踏まえつつ、 それぞれの教派で主審を置く場合が多く、まじないや神占いなどの伝統的な儀礼を用いて、布教を行っていった。教派神道は国家から公認された存在ではあったが、独自の教えを解き広げて、多くの信者数を獲得していったことから、しばしば国家からの弾圧にもあった。天理教は内務省の秘密訓練により攻撃を受け、儀礼などの変更が余儀なくされた。大元も、 信者数の拡大に警戒感を抱いた政府当局により、第1次、第2次の2度にわたる弾圧を受け、本部施設の破壊、全組織の解体、全幹部の拘束などが行われた。また、強派神道やその他の神道系教団とは異なり、個人で思想活動を行った神道思想家も多数いた。神道家の川面凡司は内務省の神道政策を批判して、 みそぎを中心とした、浸透精神の復興力説し、万強気一、万神速一心に基づく、独自の浸透思想を打ち出した。また、川もの影響を受けた、今泉定助は、のりナ以来の実証的な浸透研究を行いつつ、川物に入門して、宗教的な行法を体得し、独自の浸透思想を表明した。その思想は、神と人間は、 本来一体であり、払いを行うことによって、心身を清め、統一主催である時期霊人を自己に発表して、新人合一の境地を実現することが、宇宙の真理であるというものである。今泉は、政府の神社行政や、軍部の戦争方針を批判し、政治家に対して戦争を止めるよう講演をするなどしたため、戦時中には、著作や講演録が、発禁処分となった。 1945年に第二次世界大戦が終結して日本が降伏すると GHQ による占領政策の中で浸透指令が発せられ国家浸透体制が解体された浸透は GHQ によって国家主義的イデオロギーの根源と断定され1946年の2月に明治以降の神社行政に関する法律が全廃同時に 神議員以下国家の神社管轄機構も廃止されたことで神社の国家の胸誇らという立場は否定された。神社は1945年12月に制定された宗教法人令の規定に基づいて他の宗教と同様の宗教法人の取扱いとすることが定められ近代社格制度も廃止された。占領解除後は宗教法人令が廃止され、 1951年に宗教法人法が制定された。これは従前の宗教法人令よりも宗教法人の認定基準を厳しくしたもので、全国の神社もこの法律に伴い宗教法人となった。1946年1月には宗教法人として存続することとなった全国の神社を包括するための神社団体として、大日本神議会、 皇天皇宮書、神宮法裁会の三団体が発展的に解消し、神社本庁が結成された。初詣の様子なお、神社は公的な立場を失ったものの、戦前には禁じられていた新総裁の実施や各種の祈祷の流星により、経済的には戦前を上回る繁栄を手にした。高度経済成長によって、 日本経済が向上すると神社においても戦前を上回る整備や拡充が行われるようになった。他方、経済成長により都市化が進むと地方の過疎化に伴う宇治子の減少や新職の後継者不足といった問題が顕在化していった。都市の神社においても宇治子層の流動化や都市開発による神社環境の悪化。 名目事故の増大などの問題を抱えるようになった。平成に入ると2000年代からはパワースポットブームが生じ、2010年代以降には御朱印集めもブームとなって神社に参詣する人が増加した一方、その境内地での振る舞いやマナー、御朱印の転売などといった問題も生じ始めた。また、宇じ子の減少や地方の過疎化の問題に伴う神社の 財政的問題も平成に入り一層顕在化した。2015年に神社本庁が全国約6000の神社に行ったアンケートによると年間の収入が1億円以上の神社はわずか2%だった。一方、300万円未満と答えた神社はおよそ6割に上った。高齢化や人口減少でうじこの数が減って地方を中心に収入の確保が難しくなり、 経営が立ち行かなくなる神社が相次いでおり、この10年で神社の数はおよそ300社減少している。このため、神社を守るためにやむを得ず神社の敷地の一部を貸し出して、マンションなどにする神社の例も相次いでいる。一方、独創的な絵馬や御朱印を作ったり、合コンを企画したりカフェをオープンして、憩いの場とするなど、様々な工夫を行うことで、 経営難を乗り切る神社の例もある。このか2007年にアニメ、ラキスタの舞台となったことで、参拝客が増加した和紙宮神社など、アニメや漫画のファンが作品の舞台に訪れる聖地巡礼の対象となっている神社も日本全国に存在する。現代における神社は、初詣、お宮参り、753、結婚式など、個人や、 家族の年中行事や人生儀礼における役割を果たしている。また、文化財の保護という側面から見ても重要な役割を果たしており、神社の社殿の建築における国宝指定数は2009年時点で27件30社に至っており、祇園祭りなど神社の祭祀や儀礼が重要文化財に登録されている例も多くあり、やぶさめやがく 神学部など多くの伝統芸能が保存されている。また、都会の中に約100ヘクタールもの森林と約3000種の生物を有する明治神宮をはじめとして多くの神社はその境内に森林を有しており、都市における森林保全の役割も担っている。また、神社会から環境問題に関する発言が行われる例も増えており、2009年には 世界中の多様な宗教者が集まる平和のための世界集会に神道の代表者として神社本庁が参加し、神道の立場から自然と人類の共生の必要性を訴えた。ありがとうございます。